続きまして72番の選手を迎えます。江南大学から安田光介選手、乗ります馬が、フローズンダイヤモンドです。走行少しお待ちください。今電光系のチェックを行います。場内スタートのチェックお願いします。さあ残すところあと5組になりました。そして減点4点の品川幸輝選手とシーセリカ、ただ一人減点4。さあこの後の選手2人の選手が減点4、この選手が2人とも減点0でフィニッシュラインを通過して、そして残りの3人の選手が減点4点ですと6人による優勝決定戦ジャンプオフがあります。さあしかしこの後どういった走行を見せてくれるか。さあスタートに向かいます安田光介選手、私立江南高等学校から江南大学に進学しました。経営学部の1年生、乗馬歴7年です。ベルギーで生まれました。11歳になりますね。その馬さあ江南大学は今3人の選手が終わりまして、67の減点、しかしこの選手が良ければ20点が減っていきます。ごめんなさい、32点が減ってきます。さあこの乗りますフローズンダイヤモンド、ベルギーで生まれましたアイリッシュスポーツホース、11歳の馬。ここで2つ目の落下、減点が8点になっております。さあ江南大学のトップの選手、さあトリプル障害に入ってまいりました。奥行きから高さに行き、そして2冠歩で垂直ですが、ここで3つ目の落下、そして最終障害、これをクリアしまして今フィニッシュです。走行タイムが86秒47はタイム減点が1点、障害減点3、落下がありました12点、トータル減点が13となりまして、個人の成績が減点17。